んだな。いきなりマイクのなんだこの音は、耳が。内容についてのご説明は以上となります。それではこの期間のキャンペーン企画につきまして、主に自治体の皆様へのご共有になりますが、どこかの会議、あ、プロデューサーだ、あ、中期さんもいる、少々しておりまして、私どもでも現在できる限りの、ああ、筆談。なるほどね。寒くないか。おう。大丈夫か。大丈夫です。もう少しですから。なんか学校での筆談というか、あれを感じるね。楽しそう。お、今飛ばしちゃった、大丈夫。うん、そうだね、大丈夫そうだな。うわ、今朝、失礼しました。え、どういうことだ、どうしたんだ、千雪、うん、え、やっぱり寒いか、どうしたんだ、空調は、いや、どうしたんだ。すみません、消したくなくて。あー、このやりとりを、え、いやしいぞそれは、あまりにも、 あまりにもいやしいですよそれは。なんでもないです。かカラスが鳴くで、これは。あら、なんでもないです。2回も言う、言ってはいないか、2回も書く、いやこれは笑ってごまかす。あ、大変失礼しました。そっか、また会議中に声を出しちゃいましたね。気遣ってくださったの嬉しくて、それで記念に撮っておこうって。ああ、え、グッグ、うん、オッケーってことか。やめてください。なんかすごい冒頭からイチャイチャしてますけど、これねえ、いいの？いいのかな、まあいっか。いいよね。結局二人のイチャイチャだけを見せられた、まあ一つ目となってましたが、お、結局いい声だ。どうつながっていくのか。いい天気。うん。いい晴れてる天気ですね。あ、上機嫌だこと。春なんだな。おー、いいね。春を感じるのは、花粉さえなければ春は好きだよやっぱり。うん、花粉さえ、あれ、さ、翼プロの方で花粉症とかってそういう話あったかな、あるのかな。あー、あったかいな今日。お、一枚絵の予感。プロデューサーさん、もう、ん？あれ、ちゆき。お疲れ様です。あら、一枚絵は、まだないか。外出されるんですね。うん。あ、打ち合わせがあってな。ちゆきもお出かけか？いえ、お出かけってほどじゃないんですけど。うん。駅の向こうのスーパーまで。
ああ、いいな。オフって感じだ。あれ、でも、遠回りじゃないか？ああ、そうなんだ。私もそう思います。おほう、わざわざここを通ってきたと。でも、外に出たら、とっても空気が澄んでて。うん。日差しも柔らかくて、木の芽の匂いがして。ああ、春だね。いい表現だ。やっぱり太陽浴びるっていうのは気持ちいいよね。うん。つい遠回りしちゃいたくなって。ああ。そうか。そうだね。俺も外出ていい天気だなって思ってさ。気持ちいいな。雰囲気じゃん。あ、お引き止めしちゃってますね。ごめんなさい。うん、俺はそんなに急がないけど、そろそろ行こうかな。はい。でも別に、でも車で行くのか、プロデューサーは。なんか駅まで行くとかだったらね、一緒に行ってもよかったけど。なるほどね。俺はこっちだから。またな。またな。なんか少年みたいな。やっぱプロデューサー少年みたいなとこあるよな。はい、お気をつけて。うん。そこは別々で行くんだね。まあ、そうだね。そういう感じだね。おう。お？空気が澄んでて、日差しが柔らかくて。俺もさ、春だなーって思ったんだよ。そしたら、春が来たと。ここで。はあ、千雪がいたんだ。わ、綺麗。自転車の音。なるほど。これでさっきの回想また同じ場面なのかな。おう、なんだ。いってらっしゃいです。ああ、そう、繋がってたか。ほう、さっきのは確かにそうだね。出会った時はそうだったけど、そのままの続きで今話は続いてて。お、行ってきます。え、いやしいぞ本当に。これどういうことだ。春が来たんだな。やっぱり春だったか。ふん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 。ビッグマウス、ビッグマウス。お疲れ、千雪。だいぶ巻いたな。私が巻いたんじゃないです。現場、とってもいい雰囲気でしたから。おお。うん、こんなサクサクいくなんて思ってなくてさ、中期もよく頑張ってくれた。今のうちに昼飯にしとこう。やったー。今日は一日ゼリーかなって覚悟してたんです。まあ忙しい時はね、やっぱりすぐ栄養取れるゼリーとかありそうだね。確かに。なんでもいいぞ、がっつりいこう。牛丼かな。はい、それじゃあ。うん、なんだろう、午後も仕事あったりするのかな。
そうなると、まあ、無難にフラ、あ？いやー、がっつりだな。がっつりです。おー。めちゃくちゃ本格的な店じゃないか。ちゆき、こんなの食べきれるのか？もちろんです。いや、なんか、あえてプロデューサーの前でがっつり食べるとこを見せるっていうのもなかなか、てくいな。プロデューサーさんはどれにされます、うん、意外にプロデューサーってあんま食べない方なのかな、もしかして。そうだな。よし。おほほ。ダブルビッグバーガーか、デリシャスチーズバーガー、グッドスパイシーバーガーか。なるほど。選択肢の違いが何だろうな。何起きるんだろう。ちゆきは多分ダブルビッグバーガー行くのかな。俺はグッドスパイシーバーガーで行こう。から思ったより来るな。水水。ああ。ん？ちゆき結構いけるんだな。いけてるじゃないか。でもそれはわかる。口に入れた時はそうでもないんだけどな。あ、後から来るタイプか。そうなんです。むしろパンの甘みの方を感じるんですけど。ほほ。あ、そうそう、後からじわじわ来て水くれってなって。わかります。でもまた一口欲しくなるんですよね。俺普通にデートしてるよね。あれ？まあいっか。普通にデートしてるよねこれ。ああ、こんなことは考えちゃダメだけど、ビールが欲しいな。あ、悪いこと言ってますプロデューサーさん。これね、ちゆきだから言える冗談でもあるからね。私もビールがあったらなって。今度はごくごくできるタイミングがいいです。もう次の予約を取ろうとしてるよ、この人は。全くもってたまんねえな。おお、望むところだ。でも久山千幸のスケジュールはパンパンだからな。はい。なんかプロデューサーも癒やしいな。それはすっごく頑張りますから。何なのこの二人。何なのこの二人。何なのって言い方もやけど。めっちゃいい雰囲気なんだけど。お返事なんてそんな。明日朝中ですよね。いつものスタジオ直行します。おう、仕事のやり取りかな。送信。うん。お、既読。お、早いね。早いな、プロデューサーさん。えい。は？早いな、プロデューサーさん。えい。かわいいな。いやー、なんかちゆきさんやっぱずるいな。もう、いいとこついてくるんだよな。気合入ってますよ、私。かわいい。勝てね。何の勝負してるか分からないけど、勝てね。プロデューサーかな。いや、この足音は違うか。プロデューサーさん、お忙しいのかな。あ、返事が来ない。いつもはすぐに。お。あ、仕事忙しいのかな。お、プロデューサーかな。あ、あー、あるあるある。
ちょっと今見るつもりじゃなかったんだけど、ついつい触った時にメッセージ開いちゃってね。誰だろう、ちゆきってことないよな。なんで？まだちょっとかかるからな。ああ、そういうことか。ちょっとちゆきからだったら見ないといけないというか、なんというか。なるほどね。待っててくれよ。ちょっと止めるか。あ、そういえば、そういえば、そういえばってどう言ってたのこれ？明日水中って伝えてるよな。あー、いかん、気になる。まあ止めてね、結局確認をしたくなっちゃうか。まあそうだよね、もしかしたら緊急のあれかもしれないし。お、あれ、プロデューサーさん。はい、桑山です。あ、ちゆき、すまん、今大丈夫か？はい。急に悪いな、明日のことなんだけど、水中いつものスタジオって俺伝えてたか？プロデューサーさん。はい、さっきその確認でメッセしたんですけど。ああ、なるほどね。ああそうなのか、あれやっぱり中継だったか。いやー、すまん、運転中だったんだ、着信でつい触って。ああそうなんですね。うん、でちょっと手離せないからとりあえず電話をかけてみたって感じかな。うん、なんとなく地域かなって思ったら、明日の時間変更のことを伝えたかどうか心配になってさ。すまん。いいえ、謝られることなんて。明日のことはちゃんと伺ってます。うんうん。でも同じこと気になってたんですね。お、うん、そうだな。やっぱり。ん？プロデューサーさんだな。やっぱりプロデューサーさんだな。すごいな、この千雪さんだな。なんか強いな。あら、おお、雨か。雨っぽいね。セーフ。っていうか、アウトっていうか、ちゆき濡れなかったか？二人で一緒にいるんだ。はい、大丈夫です。プロデューサーさんは？俺も大したことないよ。でも、これすぐ止むかな。傘買いたいけど、って。二人で何じゃ雨宿りしてるってこと？ええ、コンビニ戻るより、事務所の方が近いかも。だよなあ。ああ、嫌なタイミングで降ってきたもんだよ。楽しんでんね、千雪さんは。いいね。おー。It's raining cats and dogs. お、ん？土砂降りだーっていう表現なんですって。It's raining cats and dogs. ほよん。え？キャッツとか言ってなかったか？ええ。キャッツ&ドックスって。へえ。何か神話にちなんでるって言ってましたけど。これもあれかな、アプリコットとかから来てんのかな。この間カフェにいたら、お隣が英会話の先生と生徒さんだったんです。なるほど。そうなのか。盗み聞きだな。もうプロデューサーさん、そんなんじゃないです。うん、ちゆきさんのこれ好き。あ、ごめんごめん、それは、うん、俺もつい聞いちゃうと思うよ。なんでそんな風に言うんだろうなってそうね、まあ日本語のことわざも大概そうだし。なんだか猫や犬が大はしゃぎしてるみたいな感じ。そんな風に考えれば、土砂降りもちょっと楽しいかなって。
ああ、七里ある。中期ポジティブだな。って思っただけで。うん。いざとなるとめげちゃいますね。まあね、そりゃね。まあでもいざとなった時にちょっとした気持ちの持ちようで変わるんだったら、それはそれでいいんじゃないかなって。でもちょっと余ってきたんじゃないか。ええ。うん。まあこのまま待っててもいいけど。走っちゃいましょう。キャットとドッグみたいに。いやー、やっぱ千雪さんのこのなんだろうな、やっぱ子供っぽいところが可愛い。お。よし、それじゃあせーのな。はい。うん。せーの。いいな。おー。冷たい。冷たい。意外とプロデューサーも少年心持ってるからさ。お似合いといえばお似合いなんだよな。ほら、俺ので悪いけどコートかぶって。あ、そんな、プロデューサーさんが様。ん、いいからいいから、風邪ひかないでくれ。はい。もう青春のそれなんだよね。やっぱり楽しいみたい、土砂降り。なるほど。おお、二人の足音で締めくくるってわけか。おお、終わった。いやー、いいね、やっぱこういう純粋にこの甘い感じがとても素晴らしくいいんじゃないでしょうか。まあ、なんかね、そういったコミとか読んでいろいろ考察するのも楽しいけど、こういう風にね、なんかこう純粋にその話を受け取って楽しむっていうのもまたいいですよね。まあ何よりも言いたいのは、なんか二人ちょっとラブラブしすぎじゃないですか。大丈夫ですか。まあいいか、いいよな、いいし、いいよな。ありがとうございました。じゃあまた次回よろしくお願いします。